西田昌司がズバッと答える一問一答のコーナーです。今週もたくさんいただきましたが、今週はですね、 K さん、男性で10代、岐阜県の方です。こんにちは。僕は今年から選挙権を持つ18歳の高校生のものです。今年の参議院選挙から選挙権をもらうので、しっかりといろんな政党や政策について調べなければならないと思い、新聞やテレビやインターネットなどで調べています。ですが情報が膨大にありすぎてよくわからなくなります。例えば TPP についても、ISD 条項で日本の主権が危ぶまれるといったことをネットで見かけたり、テレビではそういうことはなく農業が問題となっており、何が問題なのかさえわからないことが多くあり、どういうふうに判断すべきかよくわからないことがあります。他には国会に提出されている法案の概要などを読んでもよくわからないところがあります。僕の知識不足だと思いますが、しっかりとした判断ができる有権者になるために必要な情報の見極め方と有権者に求められる姿勢というものを教えていただきたいのです。長文していただきました。公開化です。いや、全く、見事な18歳であります。あなたのそういうですね、姿勢こそですね、本当にあらゆる国民に、有権者にですね、求められる姿勢だと思います。つまりですね、本当に我々もそうなんですけれども、国政の中のいろんな課題はですね、複雑で、なかなか一言で説明できない、そういうものがたくさんありますね。そしてそれをいちいち一つ一つ説明していく、まあ、いとまもなかなかないんですけれども、大事なことは結局ですね、そういう個々の、法案、また政策の問題もそうなんですけれども、もう少し大掴みで全体像を見ていこうという姿勢の方が大事なんじゃないでしょうか。つまりですね、まあ、政策の裏側にはですね、政策を作る人がいるわけですよね。結局は一番大事なのは政策一つ一つの判断もそうですけれども、その政策を作っている人、その作っている、また語っている人が、その人間が信用できるかどうか、まあ、その一点に絞られると思いますね。で、なぜ、この政治家を選ぶか、有権者が、代議制という形で政治家を選ぶかというとですね、個々の一つ一つの政策についてはですね、有権者、国民にですね、説明をしようと思ってもなかなか先ほど言いましたようにできないんですよ。でまた、その一つ一つの、個別の政策や、法案をですね、審査しろと言っても見ろと言ってもですね、それは国民の方にもですね、それはなかなかそれを十分理解できるだけの、時間もなければ、まあ、そのいとまもないということだと思いますね。しかし国民が持っているのはですね、そういう法案とか政策はよくわからないけれども、まあ、この人が言っていることだったら正しいんじゃないのかと、この人が言ってることだったらちょっとおかしいんじゃないのかと、前妻もんじゃないのかとかね、要するにその人の顔を見たらですね、その人のまた雰囲気を見たら、今までの言動を見たらですね、信用できるか信用できないか、これは ある程度の経験を踏んできた人間ならできるはずだし、またできるようにならなければならないと思うわけなんですね。だから結局大事なのはですね、政策一つ一つじゃなくて代議制で議員を選ぶというのは、その人間が信用できるか信用できないか、まさにそのことが全てだと思います。まあ、そういう意味で言うとですね、この K さんもですね、自分たちの周りで、まあ、学校の先生やご両親やいろんな大人の方も含めてですね、この人は信用できるなとか、この人は信用できないなとかね、例えばテレビに出てる人でもそうなんですよね。信用できる信用できない、そのことを一つ一つ見ていくというのは非常に大事なことだと思いますね。顔を見る、目を見る、言葉を見る、聞く、まあ、そういうところで判断していく、それが私はやっぱり選挙の一番大事なことだと思います。それとですね、もう一つ大事なことは、そういう人間をしっかり見るということと、それともう一つやっぱり大事なのは日本の今の政治の、そもそもの現状ですよね。それ何かといえば、要は今日本この平和安全法制とか大きな問題がですね、この前の昨年の国会で議論されましたけれども、要するに今の日本は70年前に占領が終わって、戦争が終わって今日になってるんですけれども、その戦争がなぜ起きたのかと、でそれを紐解いていくとですよ、もともとは明治維新の前までは海外にそもそも出ずに鎖国していたわけですよね。鎖国していた国がなぜこの戦争になるようになったのかと、そして戦争が終わった後どういうことが決められてきたのかと、とかこういうね、全体の大きな流れを見ていくと、今の日本というのが結局は
戦争が終わった後占領されて、占領中に、国家の骨格がですね作り変えられたということも知らずにですね、今日その問題が放置されたまま70年経っている。全ての政治問題の本質はそこに集約されると言っても過言ではないと思います。しかし、そしてそれをですね、政治家も、ほとんどの政治家も、ほとんどの、いや、全てのマスコミと言っていいでしょうね、マスコミの場合は。もう、そのことをですね、しっかりと、この国民に知らせてこなかったんですね。それは知らせられない状況が長く続いていたというか、長くでもなかったんですけども、まあ、6年半の、その占領中にそういう時代がですね、続いていたと、まあ、そういうこともあってですね、その占領時代の真実が伝わっていない、まあ、こういう大掴みの歴史も知っておく必要があるんじゃないでしょうか。まあ、いずれにしましてもこの K さんのようにですね、若い時から素直にそういうことに疑問を持ったりですね、考えたりする、まあ、そういう姿勢というのはですね、非常に私は大事なことだと思います。今後とも、週刊西田を、しっかり見ていただいて勉強していただきたいと思います。そして今週はですね、いつものウッキーさんから文字起こしのお便りいただいてます。ありがとうございます。そして、トップハンディさんが、1通ですね、サッシさんが6通、それから、これね、本当にね、今度からこれ読みませんからね、今回だけですよ。戦後奴隷精神の見本の人、西田議員を信頼する庶民、自由の上に真をつける愚かさ、観念の飛躍よりも便所掃除する、古典読まずのバカ議員、これ全て多分女性30代三重県と書いてあるんで同じ人だと思うんですけども、内容は、丸山さんの発言に対するご批判でありました。まあそれはその通りなんですけど、こんな長い名前書いてもらうと読み上げるのも大変ですから、よろしくお願いします。そして、トロッコさんが2通、大門さん、電気屋さん、 NH さん、塾講師 A さん、京都市在住のケアマネージャー、そして今の K さんですね、大ちゃんマンさん、熊五郎さん、以上21通プラスウッキーさんでした。ありがとうございました。